ちは、カズライダーです。この前動画のコメントで、今普通自動二輪を取りに行ってるんだけど怖くてもうやめたいっていう相談を受けました。どうやら小柄な方のようで、バイクが飛んでいきそうで怖く感じたり、もう何回も倒してるようです。それで恐怖心が勝ってバイクの教習に挑める、楽しめるっていうよりは、もう怖くて乗りたくないって思ってるような感じだったみたいです。コメントのやり取りの中でほんの少しアドバイスみたいなこともさせてもらったんですけど、どうやら教習所で原付と小型バイクに乗せてもらった時に楽しかったようなんですね。バイクに乗るのに憧れて免許取ったんだけど、思ってたのと違うって思う人も中にはいます。だけどこの方もバイクに憧れて免許取りに行ったんだけど、少し大きいバイクが怖いだけで、小さいバイクだと楽しく感じれたっていうのもあるので、普通自動二輪を一旦諦めて小型免許を取ってバイクに乗っていって慣れてきたらステップアップする、そういうのもありじゃないかなっていうことに落ち着きました。原付でも小型でもバイクに乗って楽しいっていう感情があるってことはいいことですからね。バイクは楽しんでなんぼですからね。怖いまま無理して普通自動二輪乗るより、小型とか原付に乗って楽しんだ方が断然幸せに過ごせると思います。それでずっと乗っててバイクって楽しいな、普通自動二輪とか大型乗ってみたいなって思えば、その時にまたチャレンジすればいいですし、普通自動二輪とか大型だけがバイクってわけじゃないですからね。それぞれの排気量での楽しさっていうのもありますし、人それぞれ求める合うものも違いますから、自分が楽しいなって思えるものに乗るのが一番幸せだと思います。私は今は大型乗ってますけど、昔はオフロードバイクだったり250のネイキッドだったりっていうのを乗ってました。その時はね、それで楽しかったんですよ。特にオフロードバイクが良かったですね。軽くてひらひら乗れるし、街乗りしててそれだけで楽しかったです。バイクの種類や排気量によってそれぞれの楽しさがあるんだなっていうことが分かったんですけど、どんなバイクがいいかなっていうのは価値観によって変わってくるので、自分の価値観に合ったバイクに乗るのが一番いいと思います。今回のコメントのケースでも、最初は普通自動二輪を目指してチャレンジしてたんだけど、ちょっと無理そうだなと思って小型二輪にシフトする、そういう決断ってなかなかしにくいと思うんですよね。最初思ってた計画を変えていくっていうのって勇気がいることだと思うんですけど、無理して推し進めるよりそっちの方が絶対楽しめると思うし、バイクは結局趣味の乗り物なんで、誰と競うわけでもなく自分が楽しめればいいです。まあどんな世界にもあるとは思うんですけど、バイク界隈では大きいバイクが偉いとか、小さくて回せるバイクの方が一番楽しいとか、いろんな価値観があります。まあこれはそれぞれそれが一番いいなって思ってることをみんなに紹介したいとか勧めたいとか、まあ、中には押し付けてくるような人もいるとは思うんですけど、それが他の人にも当てはまるかって言ったらそういうわけでもなくて、いろんな考え方があってもいいと思うんですよね。今回この事例を取り上げた理由は、もしかしたら他にもこんな風に感じてる人がいるんじゃないかなと思って動画にしてみました。世間的には大きい方が偉い、上位免許の方が偉いなんていう考え方もやっぱりあって、無意識にそういうことにとらわれてるっていうこともあると思うんですけど、そんな中でも自分にはまだちょっと無理だなって感じて、一般的に一つ下のランクと認識されてる小型二輪にシフトするっていう、そういう判断ができることは素晴らしいなと思って今回紹介したくて動画にしました。やっぱり人間なんでプライドがあったり周りの目があったりっていうのあるじゃないですか。そういうのって本当に必要ないな
いらないなっていうのが実感しましたね。もし似たような気持ちの人がいたら今回の事例を参考にしてみてください。今回の動画が参考になったっていう人は高評価とチャンネル登録もお願いします。それではご視聴ありがとうございました。